天保15年和州奈良の図機械ヶ島とは、奈良市高畑町付近にかつてあった地名、名称、単に機械とも、近世より近代、明治までの地史や名所案内に広く記録が残るが、現存せず所在した正確な場所もはっきりしない。薩摩国の機械ヶ島は、歴史上、春閣の流景地であるため、機械ヶ島の名称は口述する。 瞬覚伝説と関わりがあるものと思われるが、伝説と名称のどちらが先に生じたものかについては、はっきりしない。近隣にキビツカが存在することより、それに関連して、キビカキガイと呼ばれていたものが、機械に転じたとの説がある。近世の奈良図に多く描かれ、むね、鏡神社の南、キビツカの東に、道儀の形で描かれている。文献記録としては、 赤井町の南辺、木寺町の東辺、幸井町の南、新薬指示の下と様々に記され定まらないが、概ね現在の奈良教育大学あるいはその周辺の地域にあったと思われる。最も新しい聞き取り記録としては奈良町風土器での頃への聞き取りとして、奈良教育大学校舎内に機械ヶ島があったとの記載がある。同書では機械ヶ島の所在を 高畑町技本訳師に当てている。機械ヶ島の地に本訳師と合する訳師堂があった記録が複数の文献に見られる。なんと年中行事などによると、王子頼朝公が漢寿坊巣を徳行将校に与えた立像動物、訳師如来がこの地に安置され、本訳師と合したと記されている。また、奈良棒木津と中井では、古老の話として、 行基の混流した高市郡かぐやま薬師寺を和道年間にこの地に移して翻訳師寺と号した後に廃寺に及び薬師像と十二神章を安置した草堂が一部残ったとの記述がある先日の通り機械ヶ島の所在した地の候補に高畑町あざ翻訳師があるがこのあざなと翻訳師との関連性ははっきりしないこの翻訳師は後に 幸福寺漢字坊の末寺となり、寛永年間の同培坊に及んで、薬師堂は一旦漢字坊に移され、その後奥芝町の奥芝辻薬師堂に安置されたとの記録が残っている。さらに、奥芝辻薬師堂もスタレルに及び、この薬師堂は、勝負池町の商名寺に移されたと、平常坊目以降に記されている。現在、商名寺には、 鎌倉時代の作と見られる木造薬師如来立像が伝わり、重要文化財として奈良国立博物館に帰宅されているが、この原存に薬師如来像と翻訳師として記録に残っている薬師像の関係は不明である。薩摩国の機械ヶ島に流刑にされた春閣が従者有大丸の助力を得て密かに島を抜け出し、奈良にいたり、この 機械ヶ島の地に潜伏したとの伝説が複数の文献に残されるが、もちろん事実ではない。翻訳士薬師如来像の奥志伐辻薬師堂への移転についても、薬師像とともに、石像の瞬覚想図心像が移されたとの記録も残る。この伝説について、平城防木工などでは、機械ヶ島翻訳士が、幸福寺漢字防支配であったため、漢字の音が点地して、 年広と誤認されて伝説となったものであろうと推測しており、春閣像についても実際には、春閣ではなく、漢字坊の僧侶の像であるとしている。また別の説として、奈良坊木津田中井では、後世の現行年中に、門館僧侶が薩摩国機械ヶ島に流在され、五代醐天皇の天下統一後継に戻り後に、奈良に住んだが、この門館と春閣が取り違えられたのであろうと。 推測している。ありがとうございます。